仙台在住、シマリスママの布遊びという布小物のソーイング教室の講師をしております八坂ひろ子と申します。私は14年カルチャー教室で布小物教室をやってきたんですけれども、ここ数年ちょっとやっぱりかなりいろんなストレスを感じるようになりまして、あ、ちょっともう辛いなって思うようになっていたんです。まあ、カルチャー教室との契約もありますので、運営のこととかお月謝あげたいなと思ってもなかなかこう承諾してもらえなかったりとか、いろんなことがやっぱり重なっていって、で続けていくのがどうかなって思った時にこのドリームのお話を知りまして、これだったら自分の今までの経験を形にできるんじゃないかなと思って飛びつきました。ありがとうございます。ちなみにですね、なんかカルチャー教室の講師あるあるみたいなお悩みで何かありますか？定員が満たされないと、教室開講できないとか、逆に定員がいっぱいになってるとお待ちいただくことになるんですね。で、そのために生徒さんは自分の席は確保したいので、お休みを取っても辞めないで、出席率は低いけれども、もう5年も6年も通ってくださる生徒さんもいらっしゃって、でもう私のプログラムほとんど作品作ったのに作りに来てくださるという方には、どんなものを提供すればいいのかなと逆にこうネタ切れで悩んだりとか、やっぱり個別の対応になるので、それがやっぱりしんどかったですね。カルチャー教室の時はだいたいいくらの講座を販売されてた感じですか？それはですね、カルチャー教室が立ち上がって開講の時からのお付き合いなんですね。で、最初は5名生徒さんが集まらないと開講できませんよって言われたので、ちょっとビビってしまいまして、まだこういう、こう経営の勉強とかも何もしてなかったので、もうとにかくハードル下げないと教室開講できないんじゃないかと思いまして、月2回のレッスン、1レッスンが2時間、だから月4時間のレッスンで、お月謝3000円でスタートしました。ということはカルチャーの方にも手数料を支払いして、じゃあひろこさんのところに入ってくる収入っていうのは大体1ヶ月にどれぐらいだったんですか？そうですね、1万円あるかないかぐらいですね。それでもね、14年間続けられたっていうことはやっぱり好きだったんですよね、きっとね。それまでにも何かを学んでみようとか、いうことってありましたか？はい、私は教えるのが仕事にしていながら、定期的に通って学ぶっていうのがとても苦手で、単発講座はいっぱい受けてきました。例えばデジタルカメラ教室とか、色彩心理学、カラーコーディネート、文章塾、そういうのは単発では学んできたんですけれども、なかなか定期的にっていうのは億劫でしたね。なるほど。じゃあそこは単発ではやられてきたっていうことなんですけど、ドリームは連続講座じゃないですその辺はどうですか？入ろうと思った時に何か心の壁というのはなかったですか？全くなかったですね。もうこれは絶対ものにしたいと思ったので抵抗なかったです。ああ、そうなんですね。実際今もうズームで今日お話しさせてもらってるんですけれども、ひろこさんはそれまでズームを使ったことありましたか？なかったです。このドリームの説明会をズームでやりますっていうのがありまして、今までも先生 の, メルマガをもらってましたので、ブランディングとかもすごく興味があったんですけど、そのズームっていうのが一つのハードルで、これ私絶対無理だわ、接続できなくて恥かいちゃうんじゃないかなとか、それでもうリタイアしたんですけど、今回ズーム一回ちょっとチャレンジしてみようって思ってやりました。すごく楽です。仙台東京っていうのは距離感もそんなに感じないので、学びに行くことは全然抵抗ないんですけれども、毎月となると交通費もかさみますし、天候、雪が降ったりとか台風が来たりとか、そういう天候の心配もありますけれども、こうやって自分の部屋で学べることがとても新鮮で、しかも画面には講師仲間のお友達の顔も見えますので、孤独感も全くありませんし、すごく楽しんで学ばさせてもらっています。受講して得た心の変化であったりとか行動の変化みたいなのがあったら教えてください。私は多分このドリーム2期では最年長だと思うんです今年還暦を迎えますので、50代最後のチャレンジだと思って飛び込みました。パソコンもスマホもでも億劫ではあったんですけれども、やり始めてみると少しずつできなかったことができるようになるっていう喜びがすごく大きいです。あ、やれるじゃんって
そういうのが積み重なって自信になるんだなっていうのをすごく実感しています。じゃあですね、今後のひろこさんの夢をお聞かせください。まだまだ作家としても駆け出しなんですが、たくさん作品を作って、そして作品集を出したいっていうのが一つの目標です。私カルチャーでずっと本見ても作り方がこう分かんなくて挫折しちゃったっていう生徒さんがほとんどなので、これを見れば絶対に作れますよっていう懇切丁寧な作り方を説明した作品集を作りたいなと思っています。いいですね、それ実現しますね、必ずね。今日は素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。